皆さんこんにちは、サッカー解説者の落合人です。モンテド山形は前節第37節は、ホームで甲斐、徳島との対戦だったわけですけれども、痛い0対1での敗戦となりました。6位の甲府との勝ち点差はまだ4ポイントのまま、これは前節の前の状況と変わらないというところが、今の山形にとってはせめてもの救いかなというところです。で、本当にもう現実的な目標は6位以内というところではあるんですけども、その6位のところ、昇格プレーオフにギリギリ滑り込めるという6位になんとかモンテド山形が入っていけるかどうかというのが現実的な目標となったと思います。残り5節となりましたけれども、そこを覆す、せる可能性っていうのもまだまだあると思いますので、モンテドを応援している方々はそこを信じてですね、最後まで後押しをしていきましょうということです。それでは第38節、今回は38節の栃木戦のプレビューをしていきたいと思います。しっかりこう守備のビジョンを持っている徳島の守備を崩せずにっていう、ビジョンはあったけどもなかなかそれをこう遂行できなかったっていう、おそらく選手の中ではうまく守られたなっていう印象が残ったゲームだったかなとは思います。井坂選手がそうですね、累積4枚目ということで、次の栃木戦は出場停止になります。この右のワイドですね、このポジションで井坂選手が出場停止となったときに、じゃあ次のチョイスですね、どんな選手がこうチョイスされるのかっていうと、じゃあこの前は代わって入ったのが途中から横山瑠衣選手が入りましたけど、左のワイドにこう入る泉選手がどうなんでしょうね。得意なのは泉選手左なんでしょうけど、右に泉選手を持ってきたりとか、あとは国分選手を右に持ってきて、右のこのワイドのところの選手のチョイスというのは次節の一つのポイントかなと思っています。そうですね、最近だと34節9月のゲームで町田に 1-0 で勝ったりとか、その前は上位長崎に 2-1 でこう競り勝ったりとか、確かに上位陣をこう苦しめるようなゲームっていうのは今シーズンいくつかこう作り出せているのが栃木かなと思います。じゃあなぜそうやって上位陣、力のあるチームに競り勝ったりしぶとく守れるのかっていうと、やっぱりもう栃木がもう去年から時崎監督の下で作り上げてきているこのチーム作りっていうので。